メスカリン。メスカリンはフェネチルアミン系の幻覚剤である。ペオーテ等の一部のサボテンに含まれる成分であり、硫酸メスカリンとして科学的に合成することもできる。名称はメスカレロアパッチが儀式の際に使用したことに由来する。1971年の抗生新薬に関する条約によって国際的に規制され、日本では 法律上の麻薬に指定されている。日本では含有する植物の規制はない。サボテンの形で、ウイチョル族など、アメリカ大陸の先住民が古くから用いてきており、アメリカ合衆国でもネイティブアメリカンチャーチが信仰の上で使用することが認められている。流絶卵を主原料とするメキシコの上流種、メスカルトは無関係である。ペリューの北部のアンデス産無に、 紀元前900年から200年に栄えた、チャビン文化で、サンペドロと呼ばれるサボテン、学名、イクアイナプシスパチャノイ、が用いられてきたとされる。アメリカ大陸の原住民に用いられてきた。16世紀のスペイン語現代、イーストリアジェネラルデラスコサスデヌエばエスポニアには、父母家族は幻覚を伴う陶水を起こすサボテンのペヨーテツネ日頃を食べているために、彼らは、 とても強く勇気があり、そしてまたそのために彼らはあらゆる危険から守護されると信じていると記されている。メキシコのウィッチョル族にはペヨーテを食べることで現れる火の噛み立て割が与える神話的なビジョンを描くという文化がある。白人が注目するのは19世紀末で1886年にドイツの薬学者レービンがペヨーテを報告。 1891年にアメリカ合衆国の少数民族を扱う行政機関の役人であるジェームズ・ムーニーが南部を視察した際に霊薬と呼ばれるメスカルをワシントンに持ち帰り、医師のプレンティスとモーガンが1895年に効果を報告。翌96年にはアメリカのウィア・ミッチェルがその主成分メスカンを服用し、星のような閃光が無数にきらめき、 高奇産全たるビジョンを見たと報告した。ミッチェルの報告は、イギリスの BMJ に掲載され、翌97年には、イギリスの精神医学者、ハベロック・エリスが、メスカリンの自己投与実験を行い、ランセット6月号や他の雑誌に掲載された。メスカリンは1897年に、ドイツ人科学者によって管理され、 1919年には科学的に合成できるようになった。1901年を境にペオーテの信仰とキリスト教が混交したネイティブアメリカンチャーチがアメリカ西部に勢いを持って広まっていくことになる。定型化された儀式を持ち、メスカリンが宗教体験を起こすという現実は民族学者や宗教心理学者の興味をそそった。作家のオルダス・ハクスリーは 著書、知覚の扉、1954年でメスカリンの体験を報告し、彼は肘貨の境地からの逸話を記し、無限の意味に満たされている、宇宙のすべてを知覚するといった感想を抱かせ、また幼き頃の知覚の純粋さを蘇らせた。アンディミショーは、惨めな奇跡、1956年、体験は1954年でメスカリン体験を報告し、彼も、 自我を喪失したが宇宙へと溶け込んでいくのではなく、ハクスリーとは対比的に単に自分であるという防壁を壊されたと感じた。アレクサンダー・シュルギンは1960年ダウ・ケミカルで研究者だった頃、メスカリンを飲み、その衝撃から幻覚剤の研究に身を捧げることとなった。トマなどの,のような数々のデザイナードラッグを合成し、メスカリンと共に P ・ハケルに 合成方法、効果などを記した。人における効果的な摂取量は、200から4 0 0ラムであり長ければ12時間程度効果が持続する。身体依存はないが、中程度の精神依存があるとされる。薬理作用の基準としては、脳内セロトニン系の抑制、無駄作用の抑制が唱えられている。リゼルグ酸ジエチルアミドあるいは、 白紙瓶と同時に摂取した場合、類似の構造を持つ物質であるために交差体制ができる。傾向的に用いられることがほとんどで、服用合意よな精神状態になり、典型的には視覚的幻覚を伴う、トリップと呼ばれる状態である。作用は服用前の状態等に左右され、発作的に不機嫌になる、月光するなども起きる。 しばしば気分の良い浮遊感や好奇感を得るが、逆に不安や抑うつをもたらすこともある。バッドトリップ。ウィニベーゴ族への現地調査では、体験の特徴は、ビジョンを見せること、自我の妖怪、そして生理学的、心理学的に害がないということである。生涯におけるメスカリンやペヨーテの使用は、精神科の薬が処方されることが少ないことに関連している。 メスカリンや LSD の幻覚は統合失調症的なものではなく、メスカリンでは美しい色が変幻するとか、時空間が変化する。メスカリンは次のような作用を起こすことがある。メスカリンはアメリカ合衆国で1970年に非合法化され、1971年の抗生神薬に関する条約によって国際的に禁止されるようになった。日本では 麻薬及び、抗精神薬取り締まり法における麻薬の指定を受けている。アメリカでは、に基づき、ネイティブアメリカンチャーチの儀式でのペヨーテの使用が認められている。日本におけるメスカリン含有サボテンの販売規制などはない。メスカリンは通常をもとに構成される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。